い、第30回いきいきロコモチャンネルミニ講演会、今回はですね、痛みについて、痛みのことを知っておこうということで、まあ痛み、まあ叩いたら痛いとかですね、まあ痛みってまあものすごくこう身近なものなんですけれども、まあちょっといろいろとですね、痛みのこと、細かいこと、いろんなことが研究されたりとかですね、まあ臨床で応用されてたりします。でまあちょっと痛みのことをですね、皆さん知っていただいて、まあ痛みに対する、まあ対処の仕方っていいますかね、みたいなことをですね、ちょっとざっとまとめてみたいと思います。まずですね、慢性疼痛ガイドラインというですね、本があったりします。まあ、その中に書いてある、痛みとは、痛みの定義ですけども、国際疼痛学会というのがあります。でそこの書いてある痛みの定義、日本語訳は日本疼痛学会ですが、ちょっと難しいです。実際の、組織損傷もしくは組織損傷が起こり得る状態に付随する、あるいはそれに似た感覚かつ情動の不快な体験、いや本当にあれですね、学問って大変だなと思いますね。で、ここですね、一番ちょっとポイントになるのはですね、感覚、要は痛い感覚ですね、かつ情動の不快な体験というの、だから、痛くて嫌な感じがする、情動の不快な体験、嫌な感じがするということというふうに考えてください。だからつねって痛い、叩いて痛いということ以外にですね、痛みそのものがですね、なんて言いますかね、不幸な感じとか嫌な感じとか、そういう気持ちとか情動に関係するというようなことをですね、この定義は謳っております。で痛みのことでですね、すぐ終わる痛み、すぐ治る痛みはいいんですけども、長く続く痛みになるとなかなかやっぱりいろんなことが、心配事ですとかね、あと生活への影響とかですね、そういうのがありますので、慢性疼痛というのは一つの大きなトピックになっています。で慢性疼痛、ざっくり言うと、痛みの原因となる外傷や疾患が治癒した後も長期間持続する痛みというのが、ざっとした言い方ということになりますね。それで今痛みというのがですね、単純ではなくて、種類、原因とかと、関係しますけども、いくつか種類があると言われてます。3つなんですけども、で一番普通の感じの痛みというのが、心外受容性疼痛という言葉遣いになってます。でこれはですね、ざっとした普通の痛みですね、組織への直接的なダメージによって、痛覚の受容器が、痛みを感じる、これこそつねったら痛い、叩いたら痛い、あるいは怪我でしたら、打撲とか捻挫とか骨折とか靭帯損傷とか、あるいはぎっくり腰とかですね、あと癌性疼痛、これも癌の細胞、組織がですね、正常組織を、侵襲していく、荒らしていくということで痛みが出るということで、こういう直接的に組織のダメージから来るのが、心外受容性疼痛で、あと、そういう直接的なこと以外でじゃなくてもですね、組織が損傷の結果として、炎症が起きて痛みを感じる、炎症っていうのはもともと傷んだ組織を掃除して片付けて新しい組織で修復するという、そういう修復過程ですけども、で炎症が出るときにですね、発物質が出て、でそれが痛みとして感じるということになってて、これは防御機構みたいなもので、炎症が起きているときにあまり無理をしないようにという、そういうような意味合いもあるかと思いますけども、打撲や捻挫、その時は痛いけども、その後で痛みが続く、あと少し1日2日してから痛むとかですね、という場合、あと傷がばい菌で化膿している場合とか、そういう炎症で、あとよく運動のことで注意事項で言いますのが、運動した次の日とかにですね、痛いとか、そういう時はちょっと組織の炎症が起こっているので、筋肉をちょっと休ませましょうとか言います。あと、そういうダメージとは違いますけども、関節リウマチなどの、炎症性疾患という、炎症が起きる病気というのがありますので、それによって痛いというようなことがあります。そういうのをひっくるめて、
侵害重要性疼痛というふうに、言われています。で、これは割と分かりやすいんですね。で、あともう一つ神経障害性疼痛と言われている、疼痛の、分類があります。で、これはですね、まず2つあって、1つはもう神経が直接障害されているような場合、神経が圧迫されたり損傷されたりして痛むという、場合ですね。で、これは椎間板ヘルニアとか、椎間板が飛び出して神経を圧迫してそれで痛いで、脊柱管狭窄症、これも同じように、骨の変形や椎間板の変化で神経が圧迫されて痛い。で、手根管症候群って、手首で正中神経っていう神経が圧迫を受けて、指の痛みが出るとか、あと、頚椎症性神経根症っていう病気がありますけど、これは首の骨の変形とかで神経が圧迫されて、腕の方にしびれや痛みが出るといったようなことですね。そういう神経が圧迫されてそれで、痛みが出るという神経障害性疼痛と、でもう一つ、これがちょっと問題なんですけども、神経が痛覚を伝える過程のどこかで変化が起きて痛みが増幅する、これだけ言うと何のことかちょっと分かりかねるかと思いますけども、この後ちょっとお話ししますけど、ざっと言うと、先ほどの侵害主要性疼痛にしても、痛みを、まず、痛覚が、感じます、神経の末端が感じます。で、それが、脳に伝わるわけなんですけど、で脳が痛いと感じるわけなんですけども、で障害の強さ、炎症の強さによって、それのによって、このぐらいの損傷だったらこれぐらい痛いとか、これぐらい叩いたらこれぐらい痛いとかですね、そういうのが大体決まるんですけども、状況によってはですね、大した原因じゃなくても、あるいはそれが長引くとですね、ずっとこう、痛みが増幅して伝わるような状態とか、痛みを強く感じるとか、そういうことが起きるということが分かってて、でそれで、そういうように神経が痛みを伝え方の問題、で痛みが続いてしまう、強くなってしまうという場合があるというので、この後の話、これを中心でお話しすることになりますけども、であと心因性疼痛というのがあります。で、これは組織とか神経の経路などに問題はないけれども、痛みが感じられる。で、心因性疼痛、脳が痛み感じるとかいうようなことを聞かれたりとかですね、言われたりすることがあるかもしれませんけど、純粋に全く何もないのに、腰が痛い、腕が痛いで、もう純粋に心因性だけで、精神的な理由だけでそうなる人はあんまり実は見たことがないという、いらっしゃいますけども、結構少ないと思ってください。で、というようなところで、なんで、この後ですね、その神経障害性疼痛ということでちょっと、それを中心にお話をいたします。で、痛みの、増幅とか遷延とか、つまり痛みが強く感じられるとか、長引いてしまうということについて、でまず侵害受容性疼痛、繰り返します、これは普通の痛みですね、が急性期の損傷や炎症が収まってきているのに痛みが続くことがあります。で、これ結構あります。で、長く続くと痛覚に関わる神経が過敏になり、というようなイメージですね。これが神経障害性要素という言っておきますけども、で痛みが強くなったり、さらに長引くことになって、ずっとこのまま続くかもしれないとか、仕事や生活はどうしようといった不安や心配からですね、さらに痛みが強くなってしまうということがあります。これは心因性要素、先ほど言いましたように純粋に心因性だけで何もないのに痛いことはないんですけど、結構こういう不安が出てくると痛みを強く感じたりっていうことがあります。で、なので、この絵に描いてますけども、侵害性受容性疼痛がですね、神経障害性要素とか心因性要素が重なるとですね、大きな強い痛み、つまり痛覚、情動の不快な体験、最初に言いましたけど、というものが強く長く感じられることになるという。で、別にこれは病は気からとかですね、そういうことではなくて、人間の神経の、痛覚の作りとしてですね、そういうことが厳然としてあるというふうに、そういう捉え方をしてください。
でちょっとあの通訳ってどんな風になってんのっていうのがですね、まあこの絵で、まあ、例えば通訳、こういう、まあブロックをですね足の上に落としましたとかで、足の痛みがですね、末梢神経から脊髄を通って脳に伝わるんですけども、これですね神経細胞はですね、末端はですね、まあ、足先だったら 足先にあるんですけども、そこからですね、長い突起を伸ばして、脊髄の中まで行くんですね。でそこでシナプスって言いますけど、つなぎ目があるんですね。で次の神経にバトンタッチして、で、それで脳まで行く。で実はですね、足先から脳まで、2個の神経細胞で刺激を伝えてます。驚きますね。神経、普通細胞って顕微鏡で見なきゃ見えないような何ミクロンの世界ですけども、神経ってこんだけ長い突起を伸ばしてですね、2つで、身長の高い人だったら、2メートルまでいかないかもしれませんけど、1メートルとか1メートル50とかを2つで伝えてる。で、これ何で2つなのかというと、その方が伝わり方が早いからです。でただしこのシナプスという、つなぎ目で、刺激のバトンタッチをしています。で通覚の伝わり方、もう一声詳しく言うとですね、今の話 で末梢神経の通覚の受容器から刺激が電気信号を伝わります。ちょっと電気信号ってはっきりと、コードの中を電気が流れるようにというのとちょっと違うんですけど、電気信号で伝わります。でシナプスで、先 でここは電気がそのまま通らないので、この末梢からですね、末端からですね、神経伝達物質という伝えるものがこう、放出されます。でこっち側の次の神経の方がそれを受けてまた電気信号に変えて、で伝えるというようなことをやってます。でなんだって、ここで神経伝達物質と言われているものが どのぐらい出るかとか、どのぐらい受けるかとか、でどのぐらいそれが電気信号に変わるかで結構痛みの伝わり方が違います。であとですね、それ以外に実はですね、通覚については、脳から逆にですね、通覚が、過度に伝わらないようにするために、通覚の刺激を抑える信号が出ているということが、体の中で起きてます。それのことを、脳から下の方に行く、刺激を抑制するということで、下降性抑制系という名前がついています。例えばですね、スポーツ選手が、サッカー選手がなんか実は足の指骨折してたのに、試合の間はずっとやってたとかですね、あと、火事場のバカ力みたいな、ちょっと腰が痛い人だけど、もう夢中になってがっつりやってしまったとかですね、なんかそういうような、一生懸命やってる時っていうのは、この下降性抑制系がすごく働いて、じっとしてる時にすごい、痛いはずのものがですね、結構痛みを感じにくかったりすることがあります。そういうようなことで、この下降性抑制系も状況で大体は平均的に働いてますけども、これがいろいろバランスを崩すことがあるということがあります。で実はこういう実際の伝わり方なので、例えば同じようにパンと叩いて、みんな大体ちょっと痛いとかですね、めちゃめちゃ叩いたらものすごく痛いとか、みんな同じように感じますけども、同じように感じること自体が実は不思議でですね、みんなちょっと叩いてもめちゃめちゃ痛く感じる人とかがいたっていいじゃないかっていう気もするぐらいで、でも実際に痛みが長く続くとそういうふうになってしまってるような痛覚が過敏になっている人も実際いるんですね。ということで、そういうようなちょっと実は複雑ということがあります。で痛覚の伝わり方に差が出る場合はですね、例えば、この左側の3つに対応してですね、シナプスでの刺激に伝わりの、刺激の伝わり方が変わる、神経伝達物質が出て、でどんなふうに電流が流れるかというのがそれで変わる可能性があります。であと下降性抑制系の働く程度が変わる、あと痛み刺激に対する脳の反応が変わる、大したことないやって考えられる時と、もう心配でもうどうしようって思う時と、やっぱり情動が変わるんですね。ということで、じゃあそれを、例えば
具体的な話で言うと、まあ、この数学に差が出る要素、まあ、3つの要素を今言いましたけども、ネガティブに働く影響因子というのは、例えば、痛みに対する不安とか恐怖とか、まあ、破局的思考というのは、まあ、あのどうしようもない感じ、もうこれで終わってしまうとかですね、人生終わりだみたいな感じの感じになると、まあ、ネガティブに働く、つまり、まあ、痛みが強く感じられる、まあ、例えばずっと続くんじゃないかとか、これからも不安が多いとか、仕事や生活ができなくなるんじゃないかとか、寝たきりになるんじゃないかとか、大きな病気が隠れてるんじゃないかとかっていうふうに感じると、考えると、痛みが強くなります。結構あの年配の方でですね、外来とかに来てて、それで本当にあのすごく、まあこうざっと言うと、まあ心配症の人ですね。で、年を取るとみんなこう心配が増える人が多くてですね、でちょっとした痛みとか、まあ、ちょっとしたない痛みだと余計ですけども、まあ、すごく不安で痛みが強く感じてっていうようなことがあります、まあ、そういうネガティブに働く影響因子で、あとポジティブに働く影響因子はですね、まあ、プラス思考とか、良い意味での、まあ、諦め、まあでですね、まあ、例えば徐々に良くなってきたとかいうときは、まあ、これは自然と皆さんなんか安心感が出てプラスに働きます。あと痛みはあるけども心配はなさそう、まあ、あの心配な病気はないっていうふうにはっきり病院で言ってもらうとですね、割とこうそれで痛みが和らぐっていうこともあります。で、まあ、あと痛みはあるけども仕事や家事ができているので大丈夫っていうふうに思って生活していると割と痛みに対処しやすくなってきます。あと、まあ、最近痛みにも慣れてきましたって言った時も、まあ、なんかちょっと安心感が出て、であと、まあ、痛いけれど、まあまあ、年のこともあるし、まあ、こんなもんかなみたいな感じで、あの若い時から腰痛とかある人はですね、結構、まあ、ある程度腰痛くても大丈夫って言って心配なければ対処できるっていう人もいますし、で若い時に全然腰痛がない人が70ぐらいになって腰の痛みが出るとすごい心配で心配でって言って、そういうふうに言われる方もいます。ということで、ちょっとまあこういうあの神経という、まあ、これは本当に病は気からという話ではなくて、そういうあの体はそういうものだというふうにお考えください。で、あともう一つ、痛みが続くことのもう一つのネガティブな影響というのがですね、まあ運動器に関わることで、まあ、痛みが続くとですね、活動性が下がる、でまあ、運動とか体操ができなくなるとなると、筋力が落ちる、柔軟性が落ちる、で結果としてあの背骨や脊椎や関節の支持性、安定性、まあ、あの人間の骨格を支えているのは、筋肉ですので、なんであのその部分の支えが悪くなると、まあ、例えば靭帯であるとか椎間板であるとか軟骨であるとか、そういったものに負担がかかりやすくなるの で結果として、痛みが増えたり続いたりする、まあ、このでこの矢印がぐる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 回りながら、だん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 悪くなっていく、でこの悪循環を断ち切るためにはですね、痛みが悪化しない程度の、運動とか日常生活の中の活動を続けることが、まあ、進められる、まあ、めちゃめちゃ痛かったら休んだらいいですけども、あの、まあ、できればあの、ある程度動いていく方がいい、ある程度できる運動をやっていくっていうのはとてもいいことだと思います。はい、で、そういうことでですね、まあ、あの痛みに対する対処をちょっとこの後お話しますけども、あのまずはですね、最初の段階で早めに治してしまうという、まあ、炎症を出にくくする早めに終わらせるということで、まああのまあ、当たり前ですけども、怪我をしないとか転ばないとか急に長く歩かない、無理な運動しない、傷が可能しないように気をつける、まあ、こういうあの痛みが出る原因そのものを、きっかけそのものをできるだけ少なくするというのは大事かもしれません。で、まあ、結構、まあ、あの多少痛みが出ても、まあ、スキーで転んでもあのちょっと怪我しても大丈夫だって言って、あの、まあ、それも一つの生き方かもしれませんけども、あの、はい、すいません、あとは怪我や、過度な負担などで痛みが出たら休む、まあ、こうやってあの怪我をしても多少痛みでも頑張っているとどんどん痛みが増えていくことがあります。だから怪我をして無理に動いているとですね、他の場所まで痛むことになる、まあ、これ例えば足先がちょっと捻挫してそれをかばって歩いているとですね、あの膝上とか腰まで痛くなったりすることがよくあります。であと、まあ、これはよく言いますけど、運動後に痛みが出て翌日まで続く場合は3日から1週間程度運動を休むとか、続けない、無理に続けないということがやっぱり大事だと思います。あの痛んだら休むということは大事です。
あと消炎鎮痛剤、まあ、いわゆる痛み止めですけども炎症を抑える薬ですので、割と炎症のこう立ち上がりの時に最初に使うとですね、早期に使った方がですね、炎症が早く収まって痛みが引きやすいということが実はあります。まあ、運動しすぎて痛いなと思ったら痛みが高じて何日か我慢して、ね、痛みが強くなってから使うよりも炎症の立ち上がりで傷んだその日に使ってしまうと次の日もう楽だったりということもあります。まあ、ちょっと変わった使い方ですけど、そういう使い方でも少量の痛み止めで済むので、いいかもしれません。でただしですね、休むだけではいけない場合があります。まだ心配な痛みというのがあって、まあ、例えば動けないほどの痛みというのはやっぱり良くないですね。あと発熱、まあ、微熱ぐらいだったらいいかもしれませんけど、38度以上だったらまあやっぱりやめた方がいい。まあ、微熱があってもやっぱり結構こう、なんて言いますかね、やっぱり動きが悪くなるぐらいのしんどさがあったらちょっと気をつけた方がいい。あと痛い部位が、傷んでる部位が腫れたりとかですね、赤くなったりしたらやっぱりちょっと感染とかですね、そういう可能とかそういうのが、あるかもしれません。あと知覚が、麻痺する、筋肉が麻痺するという、まあ、手足が動きにくいとか触った感じが鈍くなってくるとか、そういう神経症状が出た場合も、心配になって、まあ、こういうことがある場合はもうすぐに医療機関受診した方がいいです。漫然と長々と見てない方がいいです。まあ、でも、まあ、そうじゃなければまずは休むということになります。あと痛みを慢性化させないことは大事なので、まあ、先ほど、まあ、ネガティブに働く影響因子とかポジティブに働く影響因子、まあ、お話ししましたので、まあ、ネガティブな、ことをあまり考えないようにするで、ポジティブに考えていくということはやっぱり大事だと思います。であとは薬があってですね、まあ痛みに対する薬いろいろあります。で、まず消炎鎮痛剤、ロキソプロフェンとかジクロフェナクとかエトドラクとかセレコキシブ、まあ病院で処方される、先発品の名前でいうと、まあ、ロキソニンとかボルタレンとか、ハイペンとかですね、あとはセレコックスとかですけどもね、あと、まあ、解熱鎮痛剤アセトアミノフェン、まあ、これは副作用少ないですけど、まあ、あまり強くないですね。まあカロナールとかいう名前で言われてます。あと、この辺からその神経障害性疼痛になりますけども、カルシウムチャネルリガンド、これも何かっていうと、その先ほどの神経伝達物質の出方を調整するとか、まあ、伝達物質が、まあ、こう多くおお出すぎる場合にそれを抑えるみたいな薬ですね、プレガバリンとか、ミロガバリンとかガバペンチンとか言います。まあリリカとかタリージェとかですね、まあガバペンは慢性疼痛でガバペンチは、まあ、保険は通ってないんですけども、まあ、慢性疼痛の分野で使われやすい薬です。であとセロトニン再取り込み、阻害薬、これもともと抗うつ剤だったものですけど慢性疼痛のように効くということで、デュロキサチン、サインバルタという名前ですね。であと弱オピオイド、麻薬性のものですけど、まあ、弱い麻薬でですね、鎮痛薬としてよく使われます、トラマドールですね、まあ、他に抗不安薬、抗うつ剤、強オピオイド、これは、まあ、いわゆる麻薬ですけどもが使われることもあります。で、まあちょっとこれはこんな風な薬だから炎症を抑えるとか痛みを和らげるという、最初の痛みを和らげるだけじゃなくて長引く薬とかあと神経障害性要素みたいなものをですね治めるという薬も結構今使われてますということで、はい。それであと、あとはまあ自分でできる痛みに対する対処の、一つ、まあ先ほど筋肉が弱くなって余計痛くなるという悪循環ですね、まあ、痛くてもある程度体を動かした方がいい、まあ、すごく痛い時は休んだ方がいいですけど、まあ、ウォーキングをするとかラジオ体操をするとか、まあ、ロコトレをやるとかですね、あと水中歩行をやるとか、まあ、痛みに合わせた筋力トレーニング、などなどということで、で後から痛みが増えない範囲でということで、まあ、やってる時にちょっと痛みがあるのはいいのかもしれませんけど、あとあと痛みが残るようなのはちょっと運動の種類とか強度を、
考えた方がいいということになります。で、一般的にはですね、できるだけ通常の活動度を維持するようにした方が痛みの経過が良いということに、なっていますので、まあ、少し急性期休んで、ね、痛みがある程度和らいだら割と動いていく方がいいということに、なっております。はい。で、痛みが良くなるようにということですね。まあ、整形外科医、理学療法士、もろもろ頑張りますので、皆さんの痛みが、良くなりますように願っております。痛みが減りますように、長引きませんようにということで、講演を終わらせていただきます。はい、どうもご清聴ありがとうございました。